はあ、なるほど。おはぴよどうも、ひなぴよです。それでは今日もアクアリウムは踊らないのを続きやっていきたいと思うんですけど、前回謎の紙みたいな、あ、なんか矢印出てるね、ごめん。前回なんだ、謎の紙みたいなのをさ、ちっちゃい排気口みたいなところから見つけて、これだね。この暗号の書いた紙。そう、これ、多分こういう風に紙作ってやれみたいなことかなと思ったんで、ちょうど私が間違って家族セットみたいなのを松屋で買ってしまった時にもらった折り紙があったんで、それを使ってちょっと作ってみたんですが、まずね、これが、こうなりました。どういうことだろうって思って、この、とりあえずね、穴が開いちゃったんですけど、これ、このなんか、穴が開いた場所に関係があるのかなと思ったんですが、ここの真ん中のこれのことかな？このなんかクラゲのさ、水槽みたいな。で、多分だけど、ここが1だったよね。血で文字が書いてある。へ。で、これ丸だからペか。で、2がこれだよね、多分。血で文字が書いてある。ん。で、これが、血で文字が書いてあって、木で、ギーか。あれ。で、4?4 ってなんだ？4ってこれか？もしかして。よ。ペン魚。あれ？あ、違う。ペンギンか。これ同じだよってことか。2と同じだよってことか。なるほど。じゃあ、ペンギンだね。で、ここに、これが何？よく見るとパネルがある。あ！この A っていうのは答えをここに書けってことか。なるほど。じゃあ、カタカナにして、ペーン、ギーンと。いかが？なんだ？何の音？なんか、何？あ、なんか落ちてきた。CD 引き換え券。暗号の書いた紙は破けてしまった。ああ、なるほど。あ、わかった。じゃあ、ルルちゃんじゃねえよ。間違った。なんだっけ？ルンルンちゃん。バンドウイルカのルンルンちゃんから、CD をもらって、あいつらを眠らせるんじゃない？ヤドカリたち。はぁ、どんな感じの声だったっけ？忘れちゃった。はぁ、また来てくれたんだね。しかも CD の引き換え券も持ってる。ありがとる。はい、どうぞ。ハピクルルンルンの CD を手に入れた。またライブ見に来てね。これさ、私バンドイルカちゃんやってる時、ぶりっ子ポーズしてるわ。今、両手が、もしここで逃げなきゃいけないみたいな場面だったらもう、絶対出遅れてた。で、CD もらったんで一応セーブして、で、あれ？眠らせるんじゃないんですか？カラフルでアイドルらしいジャケット。あれ？眠らせるんじゃないのか。ヤドカリたちをこれで、ね、眠らせるんだと思ったんだけど。違うの？あ、わかったわかったわかった。こっちだ。放送室があるから、ここで CD 流すんじゃない ?OK。これじゃない？休憩室で曲が流れ始めた。あれ？休憩室ってどこだ？休憩室ってここか？いや、そうだよね、多分。オッケー、寝てる。ここはいけないか。
いや、もういろんなものが食い散らかされてるよ。起こさないように気をつけていかないと。オッケー。これ回復ないの？にしかないんだけど。おっと？不穏な音楽が流れ始めましたね。機械だらけ。かなり散らかっているわね。この部屋の主は大丈夫なのかしら？ルルを見つける手がかりがあればいいんだが。うむ。触ったら感電しそうだ。生臭い匂いがする。中で黒い何かがうごめいている。青い光が走っている。自動販売機みたいな形だけど複雑なボタンがたくさんある。この場所に詳しいやつがいればいいんだが。変にいじったら壊れちゃいそう。せやな。粘液に湧き立つ音がする。謎のロボットがいる。今にも動き出しそう。動くんじゃない？動かないかな。中からピピピと小さな音がする。全部そうかな。箱は硬くて開きそうにない。なんだか、鉄、なんだが、んなんだがになってるな。なんだか鉄臭い。この部屋をもう少し探そう。OK。うわ、びっくりした！あれ？魚影って、トイちゃんじゃないの？魚影！うわぁ。おえビリビリいったね。あれ、君。失礼したです。ついぼーっとしてたです。どこかで、トイちゃんだよ。どうしたです？お姉さん、痛かったですか？あれ？でももう人間じゃなくなってるな、こいつ。こいつとか言っちゃった。違う。なんでもない。こちらこそごめんよ。スーズちゃんも忘れてるな、なんか。あれ、私、この空間に来る前、どこにいたんだっけ。なんで、こんな、記憶が、私は、頭でも打ったか？いや、ごめん、大丈夫。ちょっとなんか、もやもやしただけ。迷惑をかけてすまないな。少し休ませる。名前は、アシカになっちゃってるに。あ、申し遅れたです。名前はアシカです。皆さんはなぜこんなところに？人探しだ。ルルという巻き髪の少女を探している。そうだったですか。それは大変です。何か情報があったらお伝えするですね。この部屋でわからないことがあったらこのアシカに聞いてくださいです。いや、絶対トイちゃんなんだよな。こう見えても、機械には強いんですよ。ところで、回復するものが欲しいんですけど、トイちゃん、回復する、石みたいなの持ってませんか？調べられるところは他にはないかな？トイちゃんに、トイちゃんというか、アシカちゃんに話を聞くしかなさそうだね。あ、プログラミングをしているみたい。水族館のデータが何かが書いてある。特にはなさそうかな。あ、さっきのお姉さん、見てください、このパソコンたち。こんなにたくさんのハイテク機械に囲まれて、アシカ幸せです。あれ、どうかしたですか？
あの、私、私、君と、どこかで、会ったことか。水色のお兄さん？あれ、なんで忘れてたんだろう。私は君と、水族館でぶつかって、それで、失礼したです。ついぼーっとしたです。そうなん、人間だった頃を知ってるのよ。君が倒れているのを見つけて、そうなのよ。何のことですか？そうだ、年間パスポート。君、私に見せてくれたパスポートに、写真と名前が、いつもそのポケットに入れてるって。ポケット？あれ、何か入ってるです。ああ、読めなくなってる。写真が消えてる。名前も、どういうことなの？このカード、アシカのものなんですか？このカード、覚えがないです。人違いなのか。ごめん、変なこと言って。いや、人違いじゃないよ。私が覚えてるんだよ。あ、動けるのか。アシカ、何か忘れちゃったんですか？そうなんだけど、そうなんだけどさ。進むしかないかな。本当に人違いなのかな。それに、どうして記憶が曖昧になってるの？クリーピーって何なの？私は、その秘密を知らない方がいいの？ウミガメ。悩んだら一度立ち止まって考えるのじゃ。立ち止まった方がいいのかな？回復したいんだけどな。あ、ここ休めるゾーンかな？お前ら、ここの部屋で。スーズ、どうしたさっきから？ごめん。なんか頭の中がもやもやして。しばらくこの部屋で休もう。キティも今のうちに体を休めておけ。わかったわ。しばらく好きに休め。他に言わないかな？あんた、具合悪そうじゃない。外の空気でも吸ってきたらどうなのよ。あ、外の空気吸いに行けって言ってんの？マジ？間違った、下手にね、水槽触るわけにもいかんもんね。じゃあ外に。どうした？体調は大丈夫なのか？いや、大丈夫じゃないけど。ちょっと、アシカにルルの情報がないか聞いてくる。そうか。用事が済んだら早めに戻ってこい。ここで一人になっちゃうのやだな。わかってる。アシカちゃんといる？いるわ、よかった。アシカ、さっきは変なこと言ってごめん。いえ、こちらこそ力になれなくて申し訳ないです。この部屋で、ルルの情報があれば。これ、まさか監視カメラの映像？はい、そうですよ。さっきようやくしっかり見られるように。あ、監視カメラを見れば。ルルの手がかりが見つかるかも。調べてみるです。ありがとう、アシカ。さっきの図書館にも別にいない。いた、ルルちゃんいた。ルル。この方ですか？そう、ルル、よかった、無事で。ここはシーラカンス展示室の近くのはずです。ありがとう。これでルルを助けられる。あとは出口さえ探せば。
早く二人に知らせなきゃ。無事に見つかることを祈っているです。ありがとう、アシカちゃん。アシカになってもトイちゃん優しいし可愛いな。あー、セーブしとこう。二人ちゃんと無事でいるといいんだけど。いる？ちゃんと。あー、嫌な音がします。スーズ、逃げろ。また怖いの出る？な、また怖いの出る？一応手で画面を隠してるよ。あれ？あ、怪我してるね。どうした？襲われたか？キティ、お前何して？え、キティちゃんに襲われたの？致死量の毒を浴びせたのに、まだ生きてるなんて。まあ、いっか。目的はレトロじゃないもの。え、わし？あ。ひ。ごめんなさい、スーズ。キティちゃんに裏切られちゃったよ。弟のために。死んでもらうわ。え？終わっちゃった。え、前編これで終わり？はぁー。いやぁー。キティちゃんに見事に裏切られたけれども。キティちゃんあれなんじゃないかな。あの、弟くんってあの、スーズちゃんの、なんだ、スーズちゃんに、あの、水族館のチケットを渡した子なんじゃない？違うかな？そういうつながりあったりしない？全く関係ないのかな？どうなんだろう？ To be continued。ということで。アクアリウムは踊らない。前編は、これで終わりになります。後編がね、いつ更新されるのかはまだちょっとわからないんですけども、まあ、更新されたらまた随時やっていこうかと思っておりますので、今回はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。いやー、面白いなー。なんか謎解きもさ、なんだろう。今まで見たフリーホラーゲームとかの謎解きの中では結構難しいなって思うし、その実際に折り紙使って謎解いたりとか、面白いなと思いましたね。いやー、続きが楽しみだ。ってことで、またどこかの実況動画でお会いしましょう。おつぴよでーす。またねー。